ンネル。
全体を通してテーマというのはどのような感じで考えていらっしゃいますか。そうですね、やっぱり自分に勝つっていうのをとにかく考えながらやってます。はい、去年は怪我をしてシーズンを台無しにしてしまったので、第一は怪我しないことと、まあ、やっぱりそのショートを守りたいっていう気持ちがすごく強いので、はい、自分に勝って、はい、レギュラー勝ち取りたいです。大山選手、佐藤選手、ホームランを目指して頑張ってください。梅野選手、岩佐選手、バッテリーでの活躍期待しています。せーの、あれするぞー。